好きです。職業柄、まあ、ナースなんですけど、接するのが好きで、人に喜んでもらうのが好きというか、それで好きなんだと思います。そうですね、5年してます。雑念的なのはなくて、ただ単に相手の反応を結構見ることが多いので、見ながら言葉じゃなくても視線がちょっと動くとか、あ、目がトロンとしてきたなとか、そういう結構五感を駆使してしてることが多いですね。無反応以外だったら好きです。大好きです。むしろ出させようとするかもしれない。アーディーパス別に嫌いじゃないですし、むしろ結構、まあ、飲んじゃうこともあるので嫌いじゃないですやっぱ一番は私の大事なところをちょっとしてもらうのが、男性って割と自分はしてもらうけど女性にはしないみたいな人も多いので、してくれると結構嬉しいです。そうですね、失神しかけたこともあるのであんまり覚えてないんですけど、銃はあります。大好きです。あります、もちろんもちろん。肩、私結構男性的肉食女子だと思ってるので、飲み屋さんとかバーとかクラブとかだと自分から声かけちゃうことも多いので、声かけて喋ってる時にいけるのかなみたいなのを見極めてる時が楽しいです。なんかもう話をちゃんと聞いてくれる、目を見てくれる、あとどこかしらやっぱりしっとりだとかもじもじしてる、ちょっとこうボディタッチしても嫌がらないとかがこの感じだと思います。行こうとかもうイエスノーまま聞かないです。お互いが求め合う感じで一心不乱、わーってなだれ込むような感じでことが多いです。あ、ちょっと恥ずかしいですけど、絶対出かける前にシャワーを浴びるので、それなりに女性らしい香りはしてるかなと。人によりますが、良ければリハ。会話するのが好きかもです。そういうことから離れた、私映画とかアニメとかが好きなので、そういう会話をするのが好きかもしれないです。やっぱ相性ですかね、この性格的なフィーリング。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。